スタンデー・レイモンド・ハリスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州オレンジ軍ポート、ジャービス生まれのメジャーリーグ選手、監督。1920年代に主に二塁手として活躍し、選手兼任を含め、メジャーリーグの監督を29シーズン務め、二度のワールドシリーズ制覇を含め、アメリカンリーグを通算三度制覇した。1975年に監督として、 アメリカ野球殿堂入りを果たしている。1919年にインターナショナルリーグのバッファローからワシントンセネタースに入団、同年メジャーにデビューする。入団2年目の1920年からセネタースの生に類種として守備の才能を発揮、1922年から1925年の4年間連続でシーズン100以上の閉札を取るなどの活躍をする。 打撃面では目立った活躍はしていないが、1920年から1922年の支給数がリーグ最多、1924年、1925年、1927年にはリーグ最多の儀打数を記録している。1924年にはすでにセネターズの兼任監督となっていたが、1928年までは選手としても100試合前後出場していた。 1929年にタイガースに移籍した後も年に何試合か出場していたが、この頃にはほぼ監督に専念するようになっていた。ハリスは1924年に若くしてセネターズの監督を兼任したが、その年には早くもリーグ優勝を成し遂げ、同年のワールドシリーズも制覇する。翌1925年にはリーグに連覇を成し遂げ、 創設以来長く低迷が続いていたセネタースを強豪チームに押し上げた。その後、デトロイトタイガースやボストンレッドソックスの監督を歴任するも、チームはなかなか優勝争いに加わることができなかった。後に、ハリスが2度目のワールドシリーズ出場を果たすのは1947年のことで、この時はニューヨークヤンキースをシリーズ制覇に導き、 年間最優秀監督賞を受賞している。1956年を最後に監督を引退。通算で29シーズンの監督時代で、通算の勝利数は2158勝に及んだ。監督引退後は1959年から1960年まで、レッドソックスのゼネラルマネージャーを務めた。その後は、シカゴホワイトソックスのスカウトやワシントンセネタースの、 特別補佐を歴任した。1975年にアメリカ野球殿堂入り、2年後の1977年81歳の誕生日にメリーランド州で死去。ありがとうございます。